え本日は2024年9月20日の金曜日の20時です。えー、本日もオンライン、朝倉美希ある船橋議会報告ご意見をお伺いする会にご参加いただきましてありがとうございます。この報告は毎週金曜日に、えー、20時からやっておりますので、大体その、えー、と1週間の動きを中心に報告します。で私が最初に30分ぐらい、えー、と報告をいたしまして、そこはあのー、後で YouTube にアップしますので、 えっと、アップします。そして、えその後あの、報告の後に30分ぐらいは、あのこの録画を切りましてえ、皆さんから自由にご意見を伺う時間にしますので、えー、その時にはあの、録画もしておりませんので、自由にご意見いただければと思います。それでは、えっと、この間の報告ですが、えっと、まず、 この9月議会、9月に議会が開かれているわけですが、その動きですが、えっと、9月の3日に、えー、開会しまして、9月の10日、今、9月の本日は20日ですね、えー、こういう動きが起こっております。そして、ちょっとあの、えー、青字で書いたのが、毎回の議会にはないような変化があったんで、その変化のところ、青字で書いてあります。 で私が質疑したのは赤字で書いてあります。それではちょっとあの振り返っていきますと、9月3日に開会して議、市長からの議案が出まして、えー、議員からの発議案も出まして、私が委員長を務めている広報委員会も開かれました。ここまでは通常の流れだったんですが、9月の10日に、えー、議案を質疑する、その市長が提案した議案を質疑するんです。私もしたんですが、その、えー、直前に、 あのー、市長から提案した補正予算の議案が撤回されました、えー、この市長が一旦出した議案を撤回するというのは非常に珍しいことですで、その理由も後で述べますが、えー、撤回という動きが起こりましたその後あのー、一般質問議員がそれぞれの分野で質問するのが12日から19日まで続きまして13日は私も質疑しました で18、19日のところに、第12号議案ってあるんですが、実は第 1, 1号議案の中で、放課後児童クラ,、えー、クラブ運営費というのが入ってたのが理由で撤回されたんですが、それを除いた予算案が、補正予算が提案されまして、これに関しては質疑がありました。で ちょっとまた別のテーマなんですが、えー、18日に船橋市立医療センターの移転建て替え工事の入札が不調になるという発表がありまして、えー、この青のところが、えー、予想外の動きです、あのー。それも含めて報告していきたいと思います。で、まず、あのー、議案の概要なんですが、あの補正予算が出て、これが実は、えー、撤回されて、この放課後児童クラブ、えー 運営費、補助金というのを除外した形で、議案第12号ということで再提案されたんですね。で、ちょっとこの話は後にしまして、まあ、あの例えば民生費では、えじり相談支援事業必というのがあるんですが、船橋市はあの、生活困窮者とか、いろんなお困り方の人のために、サークルという、あのえー、とそういう相談システムを持ってまして、そこの中に、 実際あの、生活に困っている人の中には住まいの確保に困っている方がおられるんで、住まいのこともあの相談できる人をプラスでやあの配置するというような、えー、議案ですね。それからケアプランデータ連携による活,活用促進、モデル地域づくり、事業基本補助金というのは、あのケアマネージャーとかケアプランを作るときに、 あのそれが共有しやすいようなシステムを作るということ、これ、国が推奨する方向なんですけど、それに関する補正予算が出たりしまして、まあ、あのい,いろいろいい予算もあるんですね。それで、うんえっと、その他のあそれであの話題となりました放課後児童、えー、クラブ運営費補助金のことについては、この東京新聞の記事が非常に分かりやすいので、えー、簡単に見ておきます。 まあ、あのふあ松尾徹市長は、えー、この補正予算を撤回したということですね。でそして、まあ、後日提案するということが提案されたわけですけど、放課後児童クラブは友渡家族などの小学生を放課後に預かる学童保育で、船橋市ではすべての学校施設を当てている、補正予算案には2880万円を盛り、待機児童が多い小学校区18施設で事業者に、 設備の改修や、えー、備品購入などの経費の一部を助成することにしていたということです。この市の計画に対して市議,らが市議からは、北海道児童クラブは前市長時代から公設公営方針で運営してきた民間事業者の女性は政策変更だ。市が作成した大義児童解消プランに補助金も入れてなかったという反発の声が上がったと。でこれ、ちょっと,、えー、と事情をあの説明しないと分かりにくいと思うんですが。 もともと船橋市のええ学童保育、まあ、つまり小保育園に子どもが通ってたえ子どもが、共働き家庭の子どもが小学校に入ったときに留守番しなきゃいけないということで、それでは子どもの健全育成から望ましくないだろうということで、かつては保護者が、えーとまあ、お互い協力し合って、 あの学童保育というのを、えー、自主的にやってたんですただその学童保育を自主的にやってたのが、まあ、不安定だし保護者の負担も大きいということで、えっと、前市長の藤代氏が、えー、公約にしまして、えっと、公設公営小学校の中に市の責任で指導員を雇ってやりましょうということを、えー、実現しましてそれで、えーまあ、それから二十、えー、数年に至って ているんですねでだから放課後ルーム、まあ、学校の保育のことを放課後ルームというんですが、放課後ルームは原則学校内で市の、えー、会計年度任用職員が運営をして、えーまあえー、と指導をして、えー、子どもたちの見守りをして、そして、えー、とその放課後ルームのあのなんうか入所費、えー、と費用も。 一一律律全市とということにしてますつまり非常に公的に責任を持って、均質な形でやろうとして,きているんですね。で、それが足りないときには、その放課後ルームをさらに増やすとか、えー、そういうものを市が公的に責任を持つべきだというのが原則論として20年間あったんですが、その,、えー、それをその原則論のところを変える、えー、ことを。 全く十分説明なしに今回、えー、市長が提案したんですでで。何するかというと、一部を、あのーまあ、民間事業者に出すと。で、その時に保育料なんかについても、あのーまあ、大体約一律一万円な、あ約かあの市内は1円で、えー、1万円な約1万円なんですが、1万5千円まで取っていいとか、学校,外じゃ学校内じゃなくてその、えー、民間のところにでやってもいいというような。 ちょっと今までの方針と違う話がいきなり出たもんですから、えー、それはよろしくないんじゃないかということがいろいろ出て、撤回になったということです。ただあの、誤解してほしくないのは、そのまあ、私はあの放課後ルームは、えー、できるだけさ,さっき言ったように公的責任を持つ形で、えー、指導員が足りないんだったら、指導員の待遇を改善してでも、市が責任を持って雇う形でやるべきだと思ってますが、 民間の、えー、力を借りることを否定、えー、完全には否定してません。しかし、えーと、公設公営でやってきた歴史とか経過とか、あと保育料の問題も非常に大きいと思うんですが、保育料の一律化とか、そこら辺との整合性を、えー、きちんと説明する提案をきちんとさ,されてからじゃないと、あのそう簡単に、あのー、変えるべきじゃないという意見でありますので、 えと全否定はしてませんけどちょっと拙速の出し方であったというふうに思いまして、まあ、結果的にそういう思った市議が多かったこともありましてその部分を除いてそれ再提案するという話になって、えー、先ほどの議案が撤回されて再提案ここの部分を除いて再提案されてこの放課後ルームのこの提案についてはもしかしたらまあ

で実は私は、まあ、これからあの説明しますがあのこの、えっと、水害危惧地点への移転というのは非常に問題でありなおかつ費用もかかるので現地近隣接地ローリング建て替えにすべきだと主張をし続けてきまして議会でも何回発言もして市長にこの、まあ、方針転換を求めてきたんですが全然方針転換せずにあの まあ突き進んで、たんでで、すねで。それでもう工事の発注まであ入札、発注ま、まなんていうかな、あのえーまあ、入札をさすると競争入札、一般競争入札をさせるとこまで行って、まあそれが決まってしまえば、あのー、まあ、ちょっと,と、なんていうかな、工事が始まってしまうと、もう厳しいかなと思ってたんですが。 これがもう急転直下ですが、9月24日に改札して、えーと、ある業者に決まったと、じゃあこの業者によって工事が進んでいくというような報告があることを、まあ、反対してきた人間として、一応覚悟して、まあうん、そうなったら厳しいなと思ってきたんですが、あのー、結果的には、えっと、この撤回がされました。 撤回、えっと、入札に参加していた藤田 TSK 特定建設工事共同企業体があのこれを、えー、入札に参加してたんだけれど、えー、9月の18日の、まあ、少し手前でしょうかねあの9月の18日前に開札前にあの取り下げたんですでそうすると1社しかあの入札をしてませんでしたので 結果的には、えー、と入札庁になりまして、まあ、あの工事が発注、うん、しないという形になりました。えーまあ、改札しないということになりました。じゃあ今後どうするかというと、まあ、これはあのなぜそうなったのかという理由がまだはっきりしません。で、藤田が、えー、そのこの共同企業体がメールで来たそうなんですけど、えー、と変えてきた理由が、 本件の履行が困難である、ええまあ、あの余条件では本件の履行が困難であるとううに書いてあるのであの、今の条件だとダメだと言ってるんですで、その条件がもっと工事費用がかかるから、もう少しあの工事費用を上げようと言ってるのか、あるいはあの労働者を集めることができずに、えー、受けられないのか、よくわからないんですね、今の時点で。 それもこれからの議論の中で、えー、情報公開させていきたいと思ってるんですけどあの、とにかく止まったんです。で、そうすると、まあ、通常はどんなに1回入札が不調になったときに、えーまあ、それを、えー、その簡単にもう1回入札できるかというと、そう簡単でもないですので、まあ、今年度中の 再入札はないかなと思ってますので、えー、と今年度中に工事着工までいくとあこ、今年中に工事着工までいくと思ってたのは秋に、えー、と思ってたんですが、これが、えーまあ、来年以降に伸びる形になります。もし市長がこのまま方針をご了承するにしても、少なくとも来年以降に伸びるということになってきまして、これは、まあ、私も危惧を表明してきた側なので、あのまあ、こうやって で、少し考える時間ができるってことは、あの市民にとっていいことかなと思います。まあ、ちょっとそれで医療センター問題、あの、まあ、私も発信してきましたし、いいので、もうすでにご存知の方もおられると思うんですが、簡単に今何が争点になっているかをご説明したいと思います。これは船橋市立医療センターですね。 でこれが B 間かな、これが A 間で、右が C 間なんですが、あのーまあ、確かに一部、築、えー、40年ぐらいの、まあのー、ものもありまして、老朽化しているのは事実ですが、実は築年数が低い、えー、若いものもありまして、すべてが老朽化しているわけじゃないという状況ですが、まあ、全体的に老朽化しているので建て替えましょうというのが、市の今の市長の方針です。で、これがあの地図ですね、ここにあ,あ,のあります。 さてその、それを海老川上流地区という少し南側に持っていくるんです。あの東洋高速線の、えー、東海神駅と波間駅のちょうど中間あたりに、東洋高速線が川と海老川と交わるところがあるんですが、そこに新駅を作る、そしてここに区画整理した町を作る、でそこの一部に船橋が市が私有地を確保して、ここに病院を移転してくるというのが。 あの今の基本的な方針ですでこの方針に関して、えっと、2つ器具がありましてえ1つはこれがあ今土台というかその区画整理の方の工事をしているところですがあの1つはこの区画整理地も含めて新駅も含めて <laughs> あの医療センター候補地がハザードマップで赤いエリアだとつまり水害が危惧されるもともとよくあの、まあ、水がよく たまるような地区だったので、えー、ここに今、えー、ハザードマップで安全なエリアにある一律医療センター、わざわざ赤いところに移転するのは良くないということが一つ、それがもう一つが費用の問題で、えー、総額723億円かかるんです、医療センター部分だけで、えー、そのうち工事費が571億円となってまして、えー、この膨大な費用、まあ、その中には、 やはり水害危惧地帯に移転するので、工事費がかさんでる部分もありまして、それはよろしくないんじゃないかということで、えっと、私としては現地建て替えがいいと思ってますあの、現地近隣地。で、先ほど少し説明しましたように、C 管はまだ築、うん、22、3年なんですね。で、E 管は築16年ですので、まだ非常に新しい。 建物もあるとで一部確かに40年ぐらいのところがあるので、この青のところ中心に古くなってるんですけど、えーと、現地ローリング建て替えといって古くなったところを、えー、と一時期ど,どこかに、例えばこれが有料駐車場ですけど、こういうところを、えー、と使いながら、えー、病院機能を、えー、移転して、えー、B 間 C 間の機能を移転して、えー、そしてここに新しい建物。 えー、作るとで、これはまあこの地図でいう、あとここの南側に農地もありますので、えー、ここも、えー、交渉次第で交渉すればも、もしかしたら提供してくれる可能性もあるわけですから、ここら辺の交渉もすべきだろうということとか、船橋市立看護専門学校の一部にもまた土地がありますので、こういうところも活用すべきだろうということで、 現地ローリング建て替えを考えるべきだということですね。でこの現地ローリング建て替えをした実例が、慶応大学病院で、えっと、非常にいい形で、信濃の町の土地の中で、古い建物を壊して集約して新しい建物を建てていくということ、うんまあ、この、えっと、解体したのが青字で書いてます。で、新築したのが赤字で書いてまして、古いものを解体して新しく建てて、今度こちらを解体して新しく建てるということを順に繰り返して、まあ 10年かけてきちんと完成したという形でありますので、そして総工費も、慶応の場合には300億円で済ましたということですので、えー、と費用も節約できるし、水害の危惧もないということで、現地ローリング建て替えをすべきだというふうに思っております。それ,それで、今、入札通帳になった段階で、えっと、私が市長に対して求めていきたいのは、まあ、12月議会でも発言しますが、 まあというのは、今回の議会、私の発言タイムは終わってしまったので、えー、まだ入札のうん詳しい入札主の理由も分かってない段階なんで、質問しにくいので、それが12月に明らかになるので、えー、とこのことを求めていきたいと思います。入札主の理由公開、それから工事費のさらなる高騰ならば、そうするともう,もうちょっとさらに工事費を上回しして、再契約する入札をしましょうという話になると思うので、 また値段が上がるのかと、実はもう1回上がってるんですね。で、えっと、まあ、さらに最初の計画からすると何回も上がってるんです。で、今、工事費が570億です、あの本体工事だけで。で、えー、関連まで含めると723億までなってるところを、えー、さらに上げるということならば、一旦白紙撤回すべきだと、まあ、つまり値上げをそのまま認めずに、 考え直すべきだとで労働者不足で、例えばこの施工期間じゃ無理だということならば、まあ、それを労働者が確保できるまで延期すべきだということですね。でそうすると、2にしろ、3にしろ、撤回にしろ、延期にしろ、えー、っと時間ができるわけですから、私が提案している現実・隣設置立てえ案、そして移転、移転するけど、例えば病院に個室が100%必要かという議論も。 議会でも他の聞き方がやっております。えー、議転するとけど、規模を縮小して予算を節約するという案と、それと今の原案ですね。の3案をきちんと練り直し、まあ、つまり A と B の見積もりもきちんとして C と比較しながら、市民の意見を聞きながら決めていくべきだと思います。で、で加えて、えーっと、市長選が来年の6月にあります。で、こ,この10月の発注だったら、まあ、ギリギリ、えー、市長の まあ、任期内にあの、まあ、遅いけどやるということで、まあ、止めることは、まあ、なかなか難しかったんですが例えば来年の2月に発注あのまた再入札して発注するとなると、えー、それはおかしいだろうと市長選で、えー、っともしどうしても総理をやりたい人だったら市長選できちんとあのやはり原案通り発注しますということを市民に問うて、えー、そして えと当選すればそのやればいいと。しかし、市民が、えー、そういう選択をしなければやめればいいということで、市長選例等までは発注はあのー、再入札はすべきじゃないということですね。えー、そして、えー、そういう入札をしない形になると、病院用地が空きます。で、そして特にこの現地隣接地建て替え案になったときには、あのーまあえー、あのまえっとあの、 えー、海老川上流に確保した土地が空きますので、それは海老川上流地区の活用法は市民から公募して考えるべきじゃないかなというふうに提案しようと思っています。で、この6の、えー、流れになったときに、まあ、市民から公募するとともに、私自身もはこういう提案を持っています。えっと、海老川上流地区の,あの私有地に対しては、まあ、日立看護学校の今、 医療センターのところにある看護学校の大学看護学部に再編発展させて、まあ量も準備しながら4年生の,あの保険資格も取れる学校にすべきだろうと、えー、そして、まあ、企業系や情報系や住まい環境系の学部を作って、えー、つまり大学を作ったらどうかということですね。で、あの一誘致は基本的に、 最初に言いましたね水害器具チックですので、えっと、あまりこう水害が起こって、まあ、つまり1週間ぐらい水浸しになったときに、えー、困るような利用方法だと困るんです。だから病院はまずいんです。あの1週間病院が水没して、それが救命救急もよるやる病院だとまずいということで、反対してきたんですが、まあ、あのー、1週間ぐらい水浸しになっても、あのー、 命には別状ないような利用目的だったらできると思うんですね。その意味で言うと、学校は、あのまあ、あのまあ、一つは広場とか、まあ、当面広場と運動場にしとけばいいと思うんですね。あのえまあ、水浸しになっても大丈夫だしあのあの、市民が利用できるからしとくべきだけですけど、全く建物を建てないかというと、まあ、大学などだったら、まあ、いざとなったらその、 その1週間休校すればいいわけで、命には別状ないですよね。ということで、そういうような大学留置あるいは私立大学として、一律大学として構想するというのを、えー、考えるべきだろうと思います。あとは、ちょっと別の話で、一番の西地区があの倉庫のどが集約されてあいていくので、そこは文化設備として、えー、活用すべきだろうというふうに思っております。はい。それでは、ちょっと私自身の質問の。 話に行きますと、ちょっとこの QR コードが読み込まれないかな。えー、っと、まああの、9月の10日にこれらのテーマで質問しました。学習支援事業、生活保護、えー、っと、就学援助のこととか、一人親世帯の支援、あえー、っ,とあっと、学習支援事業と高校生、えー、学習支援、キャリア支援事業について、市がやってる決算について、あ市がやってる事業の決算について質問しました。で、まあ、特に学習支援は、生活保護、就学援助、 1>, 1人親世帯の3対象にやってるんですが、高校生学習の支援の方は1人親にしようっていうので、この生活保護と就、えー、学援助世帯が受けられてないので、これは一貫して受けられるようにすべきじゃないかという、えー、提案をしました。それから、1人親の親の側の就業支援として、まあ、医療医薬品、登録販売者とか医療事務とか介護主任者研修とか宅地建物士が推奨されてるんですが、その他にも、まあ、あのこういう、えっ、ー、と、 資格工事系のことに詳しい方に教えていただいたんですが、第2子電気工事士やあの危険物お、おつ4種や、えー、消防設備士、工四4類、えー、警備検定2級あたりが実際にすぐに働くことに結びつく資格ですよということで、まあ、高齢なもの主は持ったほうがいいんじゃないかということと、前からやっている障害児医療的アジの保育園入園とその後のフォローをしっかりすべきじゃないかという質疑をしました。 そして13日の一般,あの一般質問では、これらのテーマを質疑しましたので、これは今ちょっと QR コードがうまく読み込めなかったかもしれないので、朝倉ミキある公式サイトの中に、9月の10日と9月の13日の私の質疑の、えっ、ー、と、録画中継のページが飛べるような形に載せてますので、えー、まあぜひご覧いただければと思います。これがあの船橋市立医療センター温戦い、あのさっき言った 入札書が分かる前だったんで、ちょっと手続き的な問題として、市長がもっと、もし進めたいんだったら、公民館もあって説明すべきじゃないかということを、えー、提案しましたけど、それしないという答弁でした。それから、5以時の河川水位や水害危惧地点の把握と対策については、今、雨が降ると、海老川の市場地区と、は間川と、 ママ川の鬼越地区と、えー、長津川の調整池のところですね、には、えー、と監視カメラの映像が市民が見られたり、水位が見られたりする、えー、ネット情報が出てるんですが、他の川については、えー、情報が出てないということで、情報公開すべきだということをいたしました。で、軌道側については検討するという答弁でした。 あとは公民館を有料、有効利用すべきだとか、ミニバスの話とか、あともやっぱり重要なのは6番の学校給食教材費の無償化ですね。えっと、これについてはもう3割の自治体が学校給食を無償化してるんですけど、また船橋は市長が全然やってないということで、これをやるべきだと言ったんですが、これもやらないということです。というような話です。あ、これ、あ、これ、こ,れこっちに QR コードあります、ね、ちょっと読めるかな。 あのちょっと読めないかもしれませんね。まあ、あのネット上であの私の公式サイトの中で検索して、ぜひ録月中継をご覧ください。で、えーと、本日はオンラインでやってますが、リアルの2機会不合会も明日の10時半から12時までやってますしちょっとあの、毎月第1土曜日にやってたんですが、ちょっと5日がだめなので、12月の12日の第2土曜日に勤労市民センターでやりますので、ぜひリアルの方でにもおいでください。 それから明日は、えー、源氏物語あたりの講座を、えっと、この議会報告会の後に、13時から15時に、えー、同じ勤労市民センターでやります。で、えー、本日は、あの日常活動の紹介として、午前中というか、朝はスクールガード活動をしまして、で、夕方先ほどまで母子生活支援施設で学習サポートをしていました。で、あと、おまけですが、えっと、10月19日に、 えー、私が行った東大駒場漁、まあ、泉ふさふさんというもあの前明石市長と一緒に活動してた場所なんですけど、東大駒場寮であえがたい体験、そして、ウェ教育地方自治ということで、東大のホームカミングで講演をいたします。これ誰でも参加 OK ですので、よかったらご参加ください。さて、えっと、これはあの後で録画した様子を、えー、YouTube 上にアップします。で 参加できなかった方でも結構の方がご覧いただいているようなので、ぜひ、えっと、これをご覧いただいた人は、えー、27日や10月4日にもやります。で、でこの QR コードで、えー、直接読むこともできますので、ぜひ、えー、ご参加いただければと思います。それではこ、報告は以上ですので、ご清聴ありがとうございました。それではこれから。 録画を切りまして、えー、皆さんからあと30分自由な意見をいただきたいと思います。じゃあ、えー、ぜひまたあの次週の報告会においでください。あら、これですね。